フルートを選ぶときに大切なことをお話ししていきます。こんにちは、フルート奏者の町井愛です。私のフルートお悩み相談室の方にフルートを今度新しくするんですがどうしたらいいでしょうというお悩みをたくさんいただいています。何かおすすめありませんかとか、どんな基準で選んだらいいのかとか、値段はどのぐらいがいいのかとか、いろいろなご質問をいただいているのでそちらにお答えしていきたいと思います。まず一番最初に大事なことは、一人で楽器屋さんに行かないことです。自分一人で行ったとしても何を基準に選んだらいいかわからないと思うんですね。まず楽器の経験者の方ならまだわかるかもしれませんが、初めてフルートをやる、初めて部活でやるか、自分の楽器が欲しいっていうような状態で楽器屋さんに行っても、こう楽器の違いとかわからないと思うんですね。あとは楽器を、どんなことが自分が苦手だから、どんなことをカバーしてくれる楽器を買ったらいいのかとか、そういったこともおそらくわからないと思うんです。そうするとおすすめする楽器屋さんの方はお値段の予算の中でおすすめするしかなくて、あなたにとって一番ベストなものっていうのを決められない可能性が非常に高くなってしまいます。なので、できればフルートのことが分かる方、もし分からなくても音楽の先生とか何かしらね、その分かる方に一緒に来てもらうことっていうのが非常に大切なことになります。そして楽器を選ぶ基準なんですけど、一番最初に大切なことは予算でもないんですね。もちろん予算も大切です。出せる限界っていうのはあると思いますので。だけど本当に一番大切なことっていうのは、あなたがどんな目的でフルートを始めたのかということ、そして何が目標なのかっていうことが非常に大事になります。ちょっと趣味で楽しめればいいのか、それとも吹奏楽部で県大会を突破して、東関東大会とか、まあ地区大会ですね、そういったものを突破して全国大会に行きたいっていうような部活でやっているのか、例えば音大に行きたい、音楽高校に行きたい、プロになりたいと思っているのかっていうもので、こう選ばなきゃいけない楽器っていうのがやっぱり変わってくるんですね。例えばですけど、子どもさんの趣味でちょっと始めて長く続けるかわからないんだよねっていうような状態の時って、ちょっと高いお値段を出して楽器を買うのって抵抗感があると思うんですよ。で、そういった時っていうのは予算だったりとかで決めてもいいかもしれません。ですが大切なことって、道具によって自分の上達度が変わる部分も大きいので、そこである程度いい楽器をもらえればその子が上達する可能性も高くなるっていう部分があることは、親御さんとしては覚えていてほしいなと思います。やっぱり出る音がいい音であれば、音が出しやすい楽器であれば、子供さんってやっぱり楽しくって練習すると思うんですよね。で、そうすると上達も当然ですけど、練習すればするほど上達していきますので、そういったことにつながっていきます。で、趣味の方であっても、もちろんこのあと5年10年20年っていう風に長くお付き合いする、自分にとっての一生の趣味にしたいっていう方にとっては、ある程度のいい楽器でいいんじゃないかなと私は思うんですね。ただまあ一番最初スタートするっていう時は、まあお手頃なっていうのもあれですけど、そういったもので始めてもいいかもしれませんが、まあ、長い目で見た時にはどこかのタイミングでそこそこいいものに買い替えて、長くお付き合いできる楽器っていうのを手に入れてもらえたらなと思います。その方が楽器のメンテナンスもいい状態で保てたりとか、一番はやっぱりあなた自身が上達するっていうことですよね。楽器のもちろん値段だけじゃないんですけど、艦隊が洋銀のもので、頭部艦だけ銀のものよりも艦隊が全部銀のものの方が表現の幅っていうのは広がるし、メカニックも銀の方がいいし、そうしたらハンドメイドの装銀の方がいいしっていう風に、この表現力の幅っていうのはやっぱり変わっていくんですよね。まあそれ以上、装銀のハンドメイド以上になってきたらもう自分の好みでいいと思うんですけど、そこから別に金にするとかしないとか、そういったことはね、もう自分の好きでいいと思うんですが、長い目で見た時にはお付き合いが長くできるいい楽器っていうのを手にしてみた方がいいんじゃないかなと思います。部活動で始めるような場合なんですが、これも3年やるのか6年やるのか、そういったところで変わってくるとは思います。で、そうですね、やっぱりある程度上を目指したいって思ってる学校であれば、あんまりスチューデントモデルみたいなものっていうのだとやりきれないとか、途中で買い替えたくなるとか、そういうことがある気はします。ただこれって難しいんですよね。始める時にやっぱり50万円の装銀の楽器ってちょっと手に
つけにくいってありますよね。だからまあ難しいところなのかなと思ったりはするんですけど、まあもしくはやっぱ途中でね頑張るって決めて買い替えるかっていう風になっていくのかなと思います。音大に行きたいとかプロになりたいとかっていう方の場合、最低装銀でもこれも本当に最低ですね、ハンドメイド以上の楽器使ってないと音大に合格できないと思います。まあちょっと言い切ると語弊があるかもしれないんですけど、まあ、私があの大学に入った時っていうのは装銀以下の楽器を使ってる子はあのいませんでしたし、基本みんなハンドメイドの装銀以上使ってましたし、金の子も全然いました。それは他の大学でもそうでした。なので結果を出そうとか思ってるんであれば、やっぱりねハンドメイドの装銀以上の楽器でないと難しい部分はあるとは思います。そういったね何を自分で目指しているのかっていうところで、今選ぶべき楽器っていうものが変わってきます。予算も大切ですが、この楽器とどれぐらいの間お付き合いするのか、何を一緒に目指していくのかっていうことを考えて選んでいくっていうことを基準にしないと、今例えば10万円しかないからこれってしても、例えばですよ、極端な話、音大に実は行きたいんですって言ったら、それじゃあちょっと戦えないよねっていうのが正直なところなので、そういったところっていうのはよく考えて決めていかなきゃいけないと思います。あとは通販とかで買わないで楽器屋さんでちゃんと試奏して選ぶっていうことが大事ですね。あの今結構手軽に買えちゃうし、地方の方だとお店まで行くのが大変で、こうインターネットでね購入できるのってすごく助かる部分はあると思うんですけど、やっぱり一個一個個体差がありますし、同じメーカーさんの同じモデルであってもやっぱり個体差って絶対出てくるんですよね。なので値段が同じでもなんかこっちの方が自分に相性がいいなとかあると思うので、やっぱりお店に行ってねこう自分の相性のいい楽器っていうのを選んでもらえたらなと思います。それでね、私の楽器の遍歴っていうんですかね、お話ししていきたいんですけど、まあ、やっちゃダメなパターンもあります。やっぱり私も最初は知らなかったから、そういう失敗やっちゃってることっていうのがあります。一番初め、私は高校の吹奏楽部で自分の楽器が必要になってフルートを購入しました。でその時やっぱり基準がないし、教えてくれる人も先生もいなかったので、あの親に、まあ、フルートを欲しいから買ってほしいんだって言って、どうするの、どんなの、いくらぐらいの買うのって言われて、とりあえずでいいからなんかヤマハとかでいいんじゃない、一番安いやつでみたいなこと言っちゃったんですよね。でこれやっちゃダメですよ、絶対やっちゃダメなやつです。で私の親戚に文房具屋さんをやってる方がいて、そうすると学校とかに例えばリコーダーとか下ろしたりするわけですよね。なのでヤマハさんの販路を持ってたんですよ、そちらの文房具屋さんが。なのでそちらにお願いして、ヤマハので学校でおすすめするようなカタログみたいのがあるんですけど、その中で一番お値段の安い、その当時7万円ちょっと8万弱ぐらいだったかな、今だと多分10万ぐらいのなんですけど、洋銀のあのフルートを買いました。なんで別に思想もしてないし、届いたやつ値段で決めたっていう感じです。一番やっちゃダメなパターンですよ。で、たまたまリングキーだったんですけど、青管の洋銀の楽器をあのまあ買いました。それで吹いてたんですけど、でその数ヶ月後にアンサンブルコンテストに私出られることになって、校内の代表にもなったんですよね。そうなってくると、なんかもっといい音出したいな、もっといい演奏したいな、こんな音が出したいとか思うようになって、それがこれじゃ限界があるって感じるようになっちゃったんですよね。それ購入してたったの4ヶ月とかです。なんでそこでやっぱり周りの子がもっといい楽器を持っていることとか、そっちの楽器を例えばね吹かせてもらうと、こんな音出るんだとかっていうことを気づき始めるんですね。まあ、親にまた相談するんですよ、なんかこういうのがあってねっていう風な形 でそしたら、まあそれの方がいいんだったら、まあ買い替えてもいいよってその時は言ってもらったので、その時は村松の GX っていう艦隊銀でメカニックが洋銀の楽器を買いました。その当時確かね32万円ぐらいだったんですよね、今もうちょっと値上がりしてると思います。でそれを購入しました。で結構たまたまね在庫もあってすぐ手に入って、アンサンブルコンテストはその村松の GX で私出ました。でその少し後に、私もうちょっと上手になりたいなと思ってフルートの先生にレッスンを受け始めるんですね、趣味として。で趣味として始めたんですが、その、どのぐらい後かな、半年ちょっと後ぐらいかなに、
音大行きたいなと思うようになったんですよ。高校2年生の夏休みぐらいです。でなかなかやっぱり先生に言い出せなくて、スタートが遅いっていうのは分かってたので、なんで言えないなと思ってる中、まあ、ようやく先生に伝えたわけですよね。で伝えて、まあ、そこからがむしゃるに練習するわけじゃないですか。で先生は私がその村松の GX の30万ぐらいの楽器に買い替えて1年も経っていないってことを知っていたので言わなかったそうなんですけど、その高校2年生の1月、要はもう3年生になる直前の1月ぐらいですねに、私の音楽の先生がたまたま専攻がフルートの方だったんですけど、その方に、まあ、音大受けるんだみたいなことを話した時、町井はその楽器で音大受けるの受かんないよって言われたんですよね。みんな最低でも村松でいうとこの AD、まあ、今でいう DS になるのかな、奏銀だよって。で、まあ、ほとんどみんなハンドメイド以上だよっていうことを言われたんです。それってどんなものなんですかっていうふうに聞くと、まあ、予算的に言うと100万前後ぐらいの奏銀のフルート以上でみんな受けてくるし、ゴールドの子だって全然いるから、そんなんじゃ太刀打ちできないよっていうふうに言われたんですよ。で、そうなんだと思って、でも私もちろん考えるわけですよ。高校生でそんな何十万も 何回も親に出してもらうのってちょっと無理だなって思うじゃないですか。最初に8万ぐらいの買ってもらって、その後30万ぐらい、だからもう40万ぐらいお金使ってもらってるのに、そこにさらに100万の楽器が必要ってなったら、全部で140万ぐらいお金出してもらうことになっちゃうから、どうにかできないかなって思って、このその時の村松の GX ってキーが洋銀なので、ここが全部銀になったらいいんじゃないかとか思って、で当時その AD っていうやつがだいたい50万ぐらいだったんですけど、だいたい20万ぐらいが差額だから、その差額とかもうちょっとプラスアルファの、例えば30万円ぐらいで銀が洋銀にこうスイッチできたりしないだろうかとか思ったわけですよ。で村松さんの方に電話して、いつも修理してもらってる方に相談したんです。そしたら、いやそれはもう楽器の設計上負担もかけるし、このメカニックのね、あの設計も全然違うから、ちょっとそれは無理だよっていうことを教わったんです。そっか無理かっていうふうに思って、でもどうしようどうしようって思ってたわけですね。でそしたらその修理してくださってる方が心配して、私の先生の方に電話して、今日生徒さんからこんな相談あったけど大丈夫ですかっていうふうに言ってくれたんですね。でそこから先生から私の方に電話が来て、でちょっとそんな電話したのっていうふうに言われて、あそうなんですって、実はまあこうこうこうでって言われてっていうふうに言ったら、まあそうよねって、私も実は思ってはいたんだけど、あなたがその楽器買ったばっかりでもう物入りになる、その要は音大を受験するのにレッスンで、まあ月にたくさんお金がかかるようになってることも分かってたから、ちょっと言わなかったんだけど、実際はそうねって、奏銀以上、まあ金の子も全然いるし、実際先生が音大受験した時も金の楽器で、旧金だったかなで受けてるので、そういう子もいっぱいいるから、やっぱりちょっと買い替えた方がいいのかもしれないよねっていうのを言われたんですよ。でだけどその時明かされたのが、私がいいなって思う価格帯のフルートっていうのは、まあ、長いものだとオーダーしてから2年半待ちとかだったんですよね。でそうなると間に合わないじゃないですか、音大受験まであと、1年っていうような状態だったので、なんかとにかく早く手に入るもので、そのグレードのもので、まあ、もちろんちゃんといい楽器で使えるものが欲しかったの でそこで先生に相談して、まあ、楽器屋さん紹介してもらったりして、まあ、いろんなメーカーさん試したんですね。でその結果一番気に入った楽器がこの今使ってる楽器の前に使ってた奏銀製の楽器なんですけど、それと出会うことができて、でたまたま工場に1本在庫があったんですよね。なので3日後に受け取れるっていうことだったので、もうそれに決定して購入したっていうことで、その時確か100万ちょっとぐらいだったと思います。で、まあ、それを手にして1年、楽器もねやっぱり吹き慣れるのに1年はかかるよっていうのがこう私たちの業界で言われてることなので、受験に間に合うのか分かんないけど、まあ、変えなきゃ受からないんだったら変えなきゃ意味がないじゃないで、まあ、母親が言ってくれたんですよね。それで1年努力してね、楽器を買い替えてなかったせいで合格しなかったら、あなたやってきた意味がないでしょって、そんなことねケチってる暇はないのよって言われて、まあ確かにそうだっていうのは事実だったので、まあ、親がね応援してくれたっていうのもあって、その楽器に買い替えました。で結果的にまあね東京音大受かることができたんですけど、まあ、やっぱりねそういう風に
私みたいに、まあ、最初はもちろん音大に行くつもりがなかったし仕方がないんですけど、まあ、最初からもしもねそうやって目標が決まってるんだったらその目標に合った楽器をたとえちょっと高くても購入するべきだと思います。こうやって私は40万無駄にしたわけじゃないですか。これがあったらもしかしたら私150万の楽器買えたかもしれないですよね。そういうことがあるので、まあ、最初の段階ではやっぱりスタートの時にはわからないと思うからそれはそれでいいと思うんですけど、目標が決まったっていう次の買い替えの時とかっていうのはもう意を決してね、その必要なもの、それは道具として考えてその目指す目標に対して必要なものをちゃんと手に入れるように考えてみてほしいなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。私の失敗談も含めてお話をさせていただきました。参考になる部分があれば嬉しいです。この動画が良かったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また私のフルートお悩み相談室の方にお悩みやリクエストなどありましたら送ってくださいね。それではまた別の動画でお会いしましょう。